お久しぶりです。ゆずぴすです。今回の動画では、ギター経験者の皆さんが、おそらく、一度は気になったことがあるであろう、このタリアカポについてお話ししていきたいと思います。そもそもタリアカポって何？っていうところにはなるんですけれども、これ、一言で言うと、機能性を備えた高級カポっていう位置づけの商品になります。まあ、一言で高級とは言っても、それぞれ物によって、人によって具体的にいくらからって結構変わってくると思うんですよ。腕時計だったらだいたい100万円以上。で、車だったら500万円以上からとかね。そういう物差しってざっくりしたものが誰でもあると思うんですけど、ただ、このカポに関しては高級とはいえ、約1万円です。それでも高級なんですよ。なぜならその他の市販されてるカポの金額のほとんどが1000円だったり、4000円ぐらいの間で買えるものが多いからですね。まあ、改めて考えてみると、まあ、高級とはいえ、1万円。微妙に手出しやすいけど、ちょっと躊躇しちゃうぐらいの微妙ないいとこを攻めてるよね、このカポ。そんな高級カポ、このタリアカポっていうのが一体どんな商品なのか、なぜ僕が使い続けているか、買う価値はあるのか、ないのか、そのあたりに重点を置いてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず、このタリアカポがどんな商品なのかっていうところについてお話ししていきます。他のカポと違って、このカポのいいところは、大きく分けて3つあると僕は考えてます。まず、いいところ1つ目。それは、この圧倒的な高級感のある見た目。ルックスの部分です。見てもらった方が早いんですけど、見てこれ。すごくない？僕も初めて見たとき、何これってびっくりした記憶あるし、スタジオに入ったときとか、おじさんたちとかに、何これ？これカポなの？って突っ込まれることが非常に多いです。僕のはアバロンなんで、貝殻模様になってるんですけど、物によっては木目調だったり、あとはスワロフスキーとか、飾りがついたものだったりとか、まあ個性的で結構面白いです。そして、このメッキの部分の色。僕のやつはブラッククロームなんですけど、この他にもゴールドとクロームメッキの合計3種類の中から選ぶことができます。もうだいぶ色あせてきちゃったんだけど、まあ、この使用感とか、エイジング感がいいっすよね。なんでも綺麗なものよりも、僕は多少かすれてたりとか、汚れてるものの方が好きなんですよ。経年変化っていうか、使用感のあるものがすごく好きなんで、これも気に入ってずっと使ってます。そしていいところ二つ目。機能性がかなり高いこと。キーチェンジがマジ革命的にやりやすい。これに関してはもう実際見せた方が早いんで見せます。じゃん。そもそもこのカポの付け方になるんですけど、こうやってね、つまんで開いて閉じると。もうこのワンタッチなんで、こうですね。これで装着が完了しました。本当にワンタッチなんでめちゃくちゃ楽です。で、先ほどお話しした機能性が高い、キーチェンジがめちゃくちゃしやすいっていうのは、例えばここからキーを一つ上げたいとき、さっきみたいに簡単に付け外しができるんで、こうやって上げればって、のんのんのんですわ。これ、最初につけるときは、これでいいんですけど、その後、キーチェンジしたかったら、もうこうやっちゃってください。めちゃくちゃ楽です。一瞬でキーチェンジ終わります。わざわざ両手使う必要もないし、片手で好きなとこに移動させれば、簡単にキーチェンジができちゃうんです。これやばくない？だから、例えば曲の途中でね、転調があるものとか、大サビで転調がある曲とかもわざわざ新しくコードを覚える必要ないんですよ。このカポをスッてスライドさせてしまえば、これでキーが上がっちゃうんで、対応できる幅がかなり広がると思います。すごいでしょ。これが普通のカポを使っていた自分からすると本当に革命的でした。この手のフォームを崩さずにキーチェンジができるっていうのがミソになります。握るタイプのカポって今あると思うんですけど、握るタイプのやつだとどうしてもここに手をやらなきゃいけなくなっちゃうんで、このカポだったらこのまんまいけちゃいます。めちゃくちゃ楽です。最高です。僕の場合は
このカポをこうやって移動させるときに、手のひらの付け根の部分と、あと中指と薬指を使って、まあこんな感じで、こうツッと移動させてますね。まあこんな感じですね。まあその方が、握っちゃった方が少ない力で移動が簡単にできるんで、僕はそんなやり方をしてます。いやでもちょっと待てと、思った人いると思います。これ、例えば、レギュラーチューニングで弾いてたら、結局カポをつけなきゃいけないのは、どのカポを使っても一緒じゃねって思いましたよね。ただ、このカポに関しては、この0フレットの部分にこうやって装着することができるんですよ。だから、普通にレギュラーチューニングの曲の時も、この状態にしてしまって、もしも半音上げたければ、ここからスライドさせればいいだけです。めちゃくちゃいいでしょ。ただ一つ注意が必要なのは、これネックが薄いギターじゃないとできないんですよ。ネックがちょっと厚いものだと、そもそもここにはまらないっていう事態になってしまうんで、そこだけは注意してください。僕の持ってるギターだと、パシフィカにはつきます。なんで、パシフィカとの相性もかなりいいと思います。その他のレブスターとか、この LLTA にはつかないんで、まあそこはもうご愛嬌ですね。それでもいいなって思って僕は使ってます。そしてこのカポのいいところ3つ目です。フレットパッドが複数付属してる点ですね。フレットパッドって何って思う人いますよね。これです。ここの部分です。これ簡単に取れます。で、このフレットパッドも複数付属してるんで、確か10種類以上は付いてたと思います。なので自分のギターの指板の R に合ったパッドを付け替えてあげれば、本当自分のギターにマッチしたものが簡単に作れます。っていうのも、ギターの指板ってよーく見ると微妙に曲面になってるんですよ。それぞれ曲がり具合が微妙に違うんですよね。そのギターの曲面とこのカポのパッドの部分の曲面にギャップがあると、ピッチだったりとか、あとはテンション感っていうのも微妙に変わっちゃうんですよ。それが気持ち悪いって感じる人も多分少なくないんですよね。当然普通のカポっていうのはこのパッドがついてないものがほとんどなので、このタリアカポに関しては自分のギターに合ったカポが、まあ、自分で作れるっていうようなイメージをしていただければいいかなと思います。それもこんだけワンタッチで変えられるんで、例えば何本もギターを持ってる人とかでも、もうほんとパッと取って、で合うものをただつけてあげる、このワンタッチでできちゃうんですよ。なのでライブとかでも結構活躍してくれるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。ある意味これも機能性が高いって部分にはなるんですけど、あえてこの3つ目っていうことで分けさせていただきました。以上この3つがタリアカポのいいところになると思います。僕がこのカポを使い続けてる理由っていうのは結構単純で、もう他のカポに戻れないから、もうただそれだけなんですよ。使用感、見た目、どれをとっても本当に良くて、おそらく一生使い続けるかもしれない。本当一度このカポ使っちゃうとそうなっちゃうところが怖いところではあるんですけど、ここまでお話すれば皆さんにもなんとなく伝わったと思います。このタリアカポがいい商品だっていうことに間違いはないと思います。僕は少なくともいい商品だと思ってます。なのでもしね、このタリアカポ買おうか迷ってる人いたとしたら、僕からアドバイスするとすれば、買いです。買ってください。そもそも欲しいな欲しいなって悩み続けてる時間が無駄だと思うんで、もしもね悩んでる理由が金額だったら、ほんと買った方がいいです。間違いなく金額以上の価値はある商品なんで、万が一買って合わなければフリマアプリで売っちゃいましょう。それが一番いいです。っていうのも、例えばメルカリとかフリマアプリでも、このカポって買った金額とほぼ変わらない金額ぐらいで売れちゃうんですよ。もちろん綺麗なことが前提です。使用感がほぼほぼないっていうのが前提なんですけど、1万円で買ったとしたら、おそらく8000円から9000円ぐらいで売れちゃうんですよ。なんで実質そんなに大きな損はないかなって思います。とは言ってもね、やっぱり高校生とか学生からしたら、それでも1万円ってかなりの大金。で、めちゃくちゃ悩む金額なんで、高えなって思う気持ちはめちゃくちゃわかります。例えばね、バイトで稼いだ5、6万円のうちの1万円をこのカポに投資するって結構勇気いることだと思うし、中にはカポであれば必要最低限使えればいいと、安く済ませたいから普通のカポを買おうってなる人がいるのも頷けます。僕もそうなる気持ちすごいわかります。でもちょっとあえて言わせてほしいです。繰り返しにはなるんですけど、このカポを一度使ったらもう他のカポに戻れなくなるぐらいには使い勝手がいいし、1万円という金額以上の価値は間違いなくあるし、何より自分のモチベーションにかなり大きく影響してきます。
こういうギター周りの道具とか一つ一つのアイテムにこだわることで自分のアイデンティティ的なものとかね完成してきて、よりギターを弾く時間が楽しくなることは間違いないと思います、僕は。ということで、僕からこのタリアカポは非常におすすめの商品となってます。以上となります。ここまで長らくお話ししましたが、お付き合いいただきありがとうございました。僕がこのカポを買った本当の理由は、今お話ししたどれにも当てはまってないです。モロハの UK さんが使ってたから、ただそれだけです。それ以外の理由は一つもありません。それではまたお会いしましょう。さよなら。